下です。今日はあの金を経てところのジッピーズっていうところに来てみました。朝ごはんが、なんかこれあちこちにあるんだけどね、どういう店なのかよく分かんなかったんだけど、ベーカリーみたいな、ファミリーレストラン、それとあれ右手にすごい山が見えてる、うん、そうそう、金を経のなんか金を経の俳句っていう山みたいな、もうちょっとこっちに来たらいい、山がすごい綺麗ね。テイクアウトして、テイクアウトのコーナーと、でもこっちの左の方でそれを食べられるんだよね、うんうん、でこっちの右の方がなんかファミレスみたいになってるね、うん、それでベーカリーでいろいろなんか甘いパンとか、あとケーキとかも、ドーナツとかケーキとかね、うん、これドーナツだよ、ドーナツ。なんか袋に入ったサンドイッチ2つ、おお、大型1個で大丈夫だったかもしれないはい、次はここ、またロングスドラッグスで水かなんか買おうと思います。それでいい、それがいい。これもスイートポテトってあるけど、まあ、でもこれにしよう。さっきジッピーズで買ってきた、サンドイッチ食べてみたいと思います。ちょっとね、外は少し雨が降ってるんだよね、うん、晴れてるところも向こう側にあるんだけど、で車の中で食べてちょっと雨が上がるのを待ってます。はい、ここチャイナマンズハットが見えるパーキングロット、見えないね、ちょっとフロントグラスがちょっと熱しちゃった。力を食べてみたいと思います。結構ね、サイズがでかいんだよね。あ、でもなんかあれだ、あのやっぱり写真に写ってたのとそっくりだ、ほら、うん、同じじゃん。そう、トマトとレタスが入ってるんだね、うん、なんかあれだね、あのアメリカのサンドイッチとは全然違うね。こういうパンは普通使わないからね、うん、日本風だね、はい、今度は唐揚げオイオビーチパークというところに来てみましたなんか名前が難しすぎてよく読めないけど、うん、釣りしてる人はたくさんいるけど、うん、海に入ってる人はいないね、うん、釣り竿みんなあれしてる。この砂のところに穴がね開いてるんだけど、ここになんか生き物がいる。さっきのあの砂浜の穴の中何がいるか分かりました。あれカニね、ちっちゃいのから大きいのまでいろいろいるね、うん、ここから見えるよね、うん、歩いてる。しばらくね、結構ね離れてると、あ、すごい早い、うん、みんな出てくる。近づいちゃうとみんな引っ込んじゃうんで、何がいるのかわかんないけど、すごい。今度はさっきのところからちょっとしか離れてないよね、北の方に、うん、200-300m だよね、うんうん、でもここからだとすごく山が綺麗に見えます。カーアワ A が3つつくんだよ、ね、そう、カーアワビーチパークカーアワ発音できないよね、カーアワビーチパーク。
エッグヘッドカフェ、カイルアのエッグヘッドカフェってところに来てみました。アイスコーヒーとストロベリーバナナスムージー。はい、じゃあ飲んでみましょう。9日目の夕方です。まだ4時半ぐらいだけどね、うん、これからずっと後ろの方に映ってるあのピンク色のロイヤルハワイアンのマイタイバーっていうところに行ってみようと思います。だいぶ近づいてきたはずなんだけどね、どこだろうね、どっから入るんだろうね。ストライキしてたね、もうあなたの間従業員の人たちはい、アップルストアの前通過します。通過しちゃっていいのかな、なんか行き過ぎてるような気もするけど。ロイヤルハワイアンの入り口です。なんかもっとピンク色なのかと思ったらそうでもない ね、ちょっと肌色っぽい感じ、ちょっとオレンジっぽい。あ、これだ、この左のだ。そこでしょ、うん、ここだ。今日はなんかストライキでやってないみたいですね。坂田さん、行き先変更ちょっとここはどういうところなのか見てみようと思います。バーエリアはそのまま入れました。おつまみはこれ、ナッチョ。すごい大きい皿に大量に持ってあります。そろそろ夕暮れです。食べ終わって出てきました。今6時11分、ちょうど日が沈んだところだね。でもちょっと雲が全部かかっちゃってるからよく見えないけど、夕焼けだね、うん、結構右の方なんだね、こっから見るとね、うん、あのマイタイバーからだと今度は見えないんじゃないかもしれない、うん、ね、ここで良かったかもね。はい、今日のデザートはこれです。三つ輪で買ったなんかやわもちっていう、なんかお餅だね、あんこ餅、